コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。私パーソナリティコンビニ社労士の安さやかと高橋秀樹です。よろしくお願いします。そして本日はゲストとして有限会社恵比寿屋池袋本店代表取締役の坂本一郎さんにもお越しいただいております。はい、坂本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本さんのご紹介はこの後またコーナーを設けてお話を聞いていきたいなと思ってます。このウィークリーコンビニラジオの趣旨なんですけど、コンビニから日本元気にというコンセプトで業界のリアルな情報をお届けする番組として8月からスタートしております。今回はその3回目、実質最初に流れたのが0回目だったので2回目って言った方がいいのかもしれませんけど、放送としては3回目となります。はい、ということで今回はこの3人でお送りしていきますが、このラジオは FM 宜野湾 79.7MHz でサイマル放送で全国ウェブ放送中でございますので、ぜひ皆さんご意見ご感想、あとこんなことやってほしい、そういうリクエストがありましたら、FM 宜野湾のメールアドレス 797@fmginowan.com、 もしくはツイッターで私コンビニ社労士で検索をしていただき、そこのツイートでハッシュタグコンビニラジオをつけてお知らせいただくと私が確認することができますので、よろしくお願いいたします。ということで早速今日の最初のコーナーに行きたいと思います。ゲストのご紹介改めてさせていただきます、では有限会社恵比寿屋池袋本店代表取締役の坂本一郎さんです。はい、よろしくお願いいたします。坂本です。よろしくお願いします。さてさて坂本さん、はい、どんな人かっていうの多分皆さん気になってると思うんですけど、はい、ちょっとバラしていただいてもいいですか。わかりました、はい、じゃあざっくりなぜ今コンビニをやってるのかとかさらっといきたいと思います。そうですね、実はオーナーさん、はい、コンビニのオーナーさんでいらっしゃるということで、はいはい、ぜひいろいろリアルのお話も聞きたいなと思っております。はい、わ、はい、かりました、はい、ではまずなんですけども、改めまして坂本と言います。私は今40歳なんですけども、22で大学を出た後、はい、もう祖父母がもともと店舗経営だったり不動産会社をやっていたっていうのがあって、無謀にも、はい、もう学生の頃から何か自分で店を持ちたいなっていうのがあって、なので就職する時も、はい、その発想から行ったので、はい、日本の企業も内定もらったんですけども、自分が会社を経営した時はいろんな人をと関わるだろうなっていうところから、外資系のフランスの会社に飛び込み、5年間修行を積んで、その後、当時ローソンの社長をやっていた新浪剛さんが好きだったっていうところから、ローソンを始めて今14期目になりますかね。で今都内で4店舗経営しております。すごい、はい、ありがとうございます、はい、ローソン4店舗、はい、今経営なさってるということで、これ創業はもう本当坂本さんがなさってるんですよね。そうですね、そうですね、すごいですね、はい、ぜひそのコンビニの経営をするきっかけになったところとかも、はい、ちょっとお話聞いてみたいなと私思うんですけど、はい、ですね、はい、先ほど言った通り祖父母が店舗経営をしていて、で、私がコンビニ始めたのは2006年なんですけども、はい、その当時やっぱりいろんな業態を見て店舗経営でやるならどこ何がいいかなと思った時、当時やっぱりコンビニっていうのはすごい勢いがあって、はい、私それまで外資系のスーパーにいたんですけども、はい、コンビニって次々新しいサービスやるし、商品開発力もすごいから、じゃあそこで飛び込んでみたいなって思った時に、ローソンっていうのは比較的私が見た感じだと、自由に挑戦させてくれるっていう風土があったので、はい、だったらもうやるんだったらローソンでちょっといろいろ暴れてみたいなっていうところからローソンに入りました。すごい、何でもやらせてくれそうな当時からそういう雰囲気はあったんですね。 ありましたね。なんかその当時の社長の著書とか読んでも、やっぱりアメリカで MBA を取られたっていうところから外からローソンに入ってローソンをどんどん良くしていってるところだったんで、 ある意味今までの小売業とかコンビニの概念を壊してるなっていうのもあって、まだ私も若かったですし、だったら新しいものを生み出すには絶対多分ローソンが一番やりやすいなっていうふうに思いましたね。なるほど、すごい。秀樹さんはセブンイレブンのご出身ですけども、どうですかセブンイレブンとなんかの比較というか違いというか、セブンイレブンとローソンといえばですね、ローソンでどちらかというともともとダイエーそうですね、ダイエー系のイメージ、セブンイレブンはヨーカドー系、今もヨーカドー系、ヨーカドーグループですけども、
ローソンってやっぱ大阪西のこう結構シェアを取って、まあ、大英的な出店の仕方をしてグワッと広がっていって、うん、で経営が変わって三菱商事なんて新浪さんがだいぶちょうどあの14年前、うん、まあ、17、18年ぐらい前からこう改革をどんどんしてるイメージがあって、で、ナチュラルローソンとか新しい新型のコンビニも作ったり商品も入れ替えたり、あと、まあ、店内の雰囲気も変えたり看板も変えたりとかね、ちょうどやった時代ですね、はい、そうですね、まさにだから結構あの新しいことをチャレンジしてオーナーさんも、まあ、ついてこれる人もいればちょっとなかなか死んでるなって、ね、いたりとか、そういう時代でしたよね、はいはい、うん、だからセブンイレブンはそれ、まあ、その今もそうなんですけど、どっちかと、まあ、王道路線というかもうずっと変わらないまま来てるような感じですよね、うん、だからあまり遊びはないんですけど、はい、まあまあ安定型で来てるというような感じですよね、はい、うん、まあ、だからセブンよりもやっぱりファミリーマートよりもローソンが入ってたらそういうちょっとチャレンジングなところは、そうですね、あ、はい、実際どうなんですかやってみて。あ、実際あのおっしゃる通りで、まあ、セブンイレブンさんのやっぱり強みって、うん、ダントツの王者なんですけど、王者なりのやっぱりマネージメントがあって、どこの店行っても80点70点が絶対取れるような体制になってて、うん、ローソンは逆にオーナーさんの裁量で自由に挑戦していいですよっていうことなので、うん、挑戦する人は70点80点を超えて90点の人もいれば、うん、中にはやっぱり50点の人もいてっていうのはあって、ただ本当にすごいやる気があったり企業精神がある人は、うん、実はローソンが向いてるんではないかなっていうふうに思います、うん、それはどちらがいいというわけではなく、うん、はい、うん、実際のいわゆるスーパーバイザーの方がいらしたりとか、はい、まあ、今回こういうことやってくださいっていう提案があったりとか、はい、売り場作りとかもありますよね、はい、そこは結構自由にやらせてもらえたりとかってのがあったんですか。そうですね、うん、割と自由にやらせてもらいましたね、うん、で商品の選定とかも、まあ、聞いた話だとそのセブンイレブンさんとかよりは、まあ、本部としてはこういう子ですけどって言ってもこちらが仮説を言うと、うん、じゃあ今回そっちで行きましょうっていう風になったりとか、うん、っていう感じはありますね、うん、はい、例えば何かエピソードあります、はい、オリジナルでなんかいろいろやってみたとかっていう。最近ですと私の店舗でいうと、まあ、私の会社が世界に便利を届けようっていう理念でちょっと言っていて、かっこいい、ありがとうございますだから歩いて5分のお客様もそうですし、まあ、もう世界中どこの方でも商品届けられるなっていうところからやっている中で、はい、まあ海外の農園から直接輸入して、うん、そのワインを集めて店舗で高級ワインを置くっていうのをやっていて、それは本当に刺さっていますね。それはローソンが推奨、本部が推奨しているものではなくて、なく、そうですね、独自でオリジナルで仕入れてきて、そうですね、大体コンビニのワインの単価っていうのは、うん、まあ、500円台のものから高くてもまあ2000円3000円ぐらいまで、そうですね、ですよね、はい、標準的にそれよりも高いものになってる、はい、そうですね、3000円から1万円ぐらい、逆に住み分けするようにそれでやってます、ね、実際それで売れて、はい、あ、そうですね、ワインだけではなくお酒全体の売り上げはもちろん上がりましたし、うん、あとはそれに付随しておつまみとか惣菜の売り上げも格段に上がりましたね、うん、はい、すごい、利益率もやっぱり、あ、はるかに高いですいいですよね、はい、そこ重要経営として、ね、はい、そうですね仕入れはどうやってやってるんですか。目利きとか誰かお願いしてるのか、自分で調達してるのか。あ、それこそ今日のパーソナリティの安さんもお知り合いの方なんですけども、うん、その元々セブンイレブン出身の方が独立されて、うん、そのノウハウを使ってコンビニに、うん、まあ、コンビニの出店を手伝ったり商品の提案をしたりっていうところをやられてる方がいて、そこからの経由で仕入れます。なるほど、なるほど、はい、あ、じゃあそこからのお願いしてですね。そうですね、はい、はい、素晴らしい、はい、うん、でも本部もすんなり、あ、面白そうなんでいいですよぐらいな感じで、うん、すんなり OK でした、うん、はい、やっぱそういうところもそのローソンのチャレンジ精神っていうのが現れてるのかなって、はい、あ、まあ、そうですね、それはそうかもしれないですね、うん、そうですよね、はい、いわゆる自転仕入れ、そうですね、自転仕入れですね、はい、うん、完全に、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ということでもっとお話を聞いてみたいなと思うんですけど、はい、一旦ここで CM に入ります。はい、はい、コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。土地を売りたい、んじ一戸建ても売りたい、チャンスか、ハーバー不動産がその中古物件買い取ります。はっしゃ、ハーバー
不動産売買ならハーバー不動産、土地マンションあらゆる売買でご要望に応えます。天満高校斜め向かい、ハーバー不動産。ムービン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 、引っ越しするならムービン、ムービン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 、県内県外ムービン、お部屋の片付け荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手づくみのお味噌、シフォンケーキで優しく包む、菊味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢工房。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています。新車、中古車のご相談なら、宜野湾中古車街道長浜モーター、 892-3719、 892-3719。 レンタカーやってます。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、ということで第2コーナー、 CM 明けの第2コーナーは、コンビニの今、そして今後はどうなるのかということをですね、ぜひ秀樹さん、高橋秀樹さんと、あと坂本さんにもお聞きしたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今すごいコンビニ業界はいろんな、まあ、ネタの方向になっちゃってますよねすごく問題化されている。例えば24時間営業の話だったりとか、ロイヤリティがどうのこうのっていう話だったりとか、あとは坂本さんも結構力を入れてらっしゃるのが採用と育成、戦力化っていうところもあるので、ぜひそこもお伺いしたいなと思ってるんですけども、まあ、このテーマに限らず、今坂本さんがなんか一番思われている、そのコンビニ業界に対して思っていらっしゃることをなんかお聞きしたいな、関心とかでもいいですか。わかりました。はい、はい、まあ、一番今思ってるのはやっぱり社会問題にもなってますけども、まあいいタイミングで社会が、はい、あのコンビニに問題を提起してくれたなっていうふうに僕は前向きに思っていて、はい、まあコンビニってあのセブンイレブンが45年前にできてから、はい、そうなんですけど、まあ、昭和の一番成功したベンチャー企業だなっていうふうに思っていて、はい、でどん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 もう日本人にはなくてはならないところまで発展したんですけども、はい、今その成功がゆえに本当イノベーションのジレンマに陥ってて、うん、すごい構造欠陥が出てしまってるなっていうのがちょっと残念で、でも逆に言ったらここで新たなコンビニ、コンビニ 2.0 を作るいい機会なんじゃないかなっていうふうに思っていて、それを作る一環に自分もなりたいなっていうふうに思ってますね。素敵。はい、私の高本さんのよくおっしゃるコンビニ 2.0 っていうのはすごい気になってるんです、はい、ありがとうございますこれもちょっと掘り下げたいなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、この番組はやっぱりそのリアルな情報も届けつつ、どうしても前向きな、はい、どっちかというと前向きな形で情報をお伝えしていきたいなっていうの思いがあって、うん、そのコンビニ 2.0 って一体何なのって、うん、多分聞いてらっしゃる方も気になったんじゃないかと思うんですよ、うん、はい、どうですかね、うん、どういうことを今考えてらっしゃるのかな。まあ、今まででしたら、まあまあ、人口が増えていく、はい、でまずコンビニがないっていうところから、まず商品をどれだけいろんなところに届けられるかとか、うん、でさらにどれだけの時間やれるかっていうところから始まってって、まあ、24時間でもう全部広まったと思うんですけども、はい、ただもう今日本の人口も減ってきた中で、はい、あの今までのやり方だけだとどうやっても不具合が出てきますし、店舗を増やすとか今までの流れではどうやってもコンビニが存続できなくなってくるんじゃないかなって思っていて、また社会のニーズも食品ロス問題とかすごい取り上げるようになってきて、世論がやっぱり変わってきてるので、まあ、それに対応した店を作りと、あの24時間運営できるなら24時間運営するためには、多分ビジネスモデルを根幹から変えなきゃいけないのかなと思って、はい、まあ、その社会的意義と持続可能なあのものを実現するようなビジネスモデルを作って、はい、共存共栄のもう一度新たなコンビニを作りたいなっていうのはありますね。確かに今お話しなさってた中でも、その食品ロスの問題、はい、今私結構ツイッターでいろんなオーナーさんのつぶやきを
見てるんですけど、やっぱり今はその24時間営業っていう話から食品ロスにネタが映ってるなって感じていて、で特にそのおでんの販売をどうすんのっていう話だったりとか、まあ、それ以外でも恵方巻きの話もあの冬にはありましたしね、なんか本当に今いろんなところで歪みが起こってるっていうのは私も感じていますね。秀樹さんどう捉えますか、この今の状況。まあ、あの今に始まった話じゃなくて、前からですね、もうだいぶ前から今の社会問題的なことが起こってるのは話としてあった。ただ世の中の流れとかいうこととコンビニっていうことがもともと一緒に成長してきたものがちょっとずれ始めてるなというのが、まあ、ここに来て大きな問題になってるのかなっていうふうに思うんですね。で例えば具体的に言うと、その食品ロスって話があって、食品ロスの問題、これ今に始まった話じゃなくて、もともとあって、で大量生産大量消費型のその大きなスーパーとかから商品種でたくさん作るっていうような、一品でたくさん作るんじゃなくて商品種をたくさん作って、まあまねく少なく発送しながらあまねく全国に届けるっていうモデルを、まあ、コンビニは作ったんですけど、うん、そうするとやっぱり見込みで発注したり見込みで生産するっていうことが当然あります。で1日3便ものが行くっていうことでいくと、作る工場の方は見込みで作ってるわけです。もちろん発注データをしながらってやるんですけど、そこの部分がどうしてもロスとして余ってしまう。で天気が変わったりとかしてお客様が来ていただけるだろうと思ったものが実はその来なかったとかっていうことで廃棄が出てしまう。これはもう廃棄っていうのはやっぱりもうスーパーもどこでもそうですけど、いたしかない、ないところをいかに精度を良くするかっていうことで、ポイントオブセールス、ポスっていうのができて、ポスっていうもので、本来だったら市場に行って仕入れるところを、じゃ、本部が発注をまとめて調達して作ってみたいな仕組みで、極めて精度が高くなった。それでもやっぱりもっと売上上げたいからということで思いっきり発注してしまう。このロスがずれがある。これをもしかしたら次の世代、時代は、AI だったり、もう少し精度、まあ、勘と経験であったものをもうちょっと精度高くしたりとかっていうことが必要になってくるんじゃないかと。これで今のコンビニってそれで進化してきたんで、ここでもう一回進化できるかどうかっていうのが、で極めて 99.数%の確率っていう言い方がいいかどうかあれですけども、の精度で発注ができてお客様のニーズと合わせることができたりとか、あるいはもうちょっとロングタイムのですね、廃棄のまでの時間が長いものができたりとか、そういったことも出てくるっていうことが、まあ、コンビニに携わる人間としての使命感かなというふうには思います。だから問題があった時に解決してきているのが今のコンビニですね。大昔あったんですよ、あの照明を夜中にこうこうと電気を使いすぎるというこれも社会問題があって、その CO2 の問題だとか電気代がもったいないとかってあって、じゃあ電気消すのかって消せないわけですね。で段調光といって、あの階段段に調光、照明を変えるということで、夜になると自動的にこう照明、暗くなる。暗くなるけど周りが暗いんで明るく見えるんですね。で日中は周りが明るいんで明るくなってるみたいな、そういうシステムを作ったりとかですね、そういうことでいろんな問題がクレームがあって、クレームがあったりとか、世の中の社会の中で、あるいはトラックがバン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 暗い、いかがなものかっていう話があって、それ今だとハイブリッド車に変わったりとかっていうことがあったりとかですね、そういうふうに変わっていってるとなるんで、これはまあ今の問題が出てるところが変わっていくと僕は確信してますね、はい、なるほど。どんなふうに変わっていくでしょうね。一つファミリーマートの事例で、今回面白い試みやるなって私は思ってるのがあって、今年のおでんからまずファミマさんで、はい、そのまずその持続可能っていう意味では、まあ、多分人のことも出てくると思うんですけど、はい、人手不足とかっていうのも踏まえて、はい、なんかその作る段階でパックにどこの鍋に入れるっていうのまで全部商品に書いてあって、だからそうするとオペレーションがすごい楽になるなっていうのと、あとは、はい、パックでお弁当じゃないですけど冷凍みたいなのが入ってて、はい、注文されたら電子レンジでやるおでんっていうのも一部出るみたいで、まあ、どうなるか分かんないですけど、なんかそうやってやっぱり今おっしゃってた通りで、はい、やっぱり変化対応を一番コンビニっていうのは武器にしてきたんで、そういう試みをうまくいくかどうかは別としてやり始めてるっていうのはちょっと僕は注目してますね、はい、なるほど、はい、確かに今の話も元々、まあ、例えばそれこそ秀樹さんとか私がいた AMPM とかで、はい、その冷凍のお弁当があって、はい、で注文が入ってから調理を電子レンジでして、はい、それで提供するっていうところからやっぱり来てるのかなと、まあ、それを今のこう現代風にアレンジリアレンジしたものを、はいはい、それとまたおでんというところに出していくっていうのも一つのやっぱコンビニの進化ですよね、うんうん、
なんか本当に多分そこまではきっと消費者側の目線からしたらわからない、まあ、もちろんこれから出る情報とかもあったりするからわからないし、その業界に関わっている中の人間とやっぱりその情報の届くスピードは違うんだけれども、でもそうやってどんどん進化してるんだっていうことが例えばお客様にも伝わっていくと、よりそのコンビニがやっぱりその今の世の中には大事だっていうことが改めて伝わるのかななんて私は思ってるんですけどね。あのもうインフラになってますので、うん、あのやっぱり役割が昔と変わってきてるってのは事実としてあるんですね、うん、だからコンビニにおける果たす役割っていうのは単にお客様の胃袋を満たすということだけじゃなくて、うん、それ以上のまあ地域社会に与えるまあ安心安全とか影響とかですね、うん、そういったこともやっぱり役割としてあるので、うん、そこをまああの本部もオーナーさんの方もまあ担い手として、うん、変わっていくっていうことが大事だと思うし、うん、まあ、24時間営業の問題とかも時代に合わせて変えていくべきなんでしょうね、うん、もうこうじゃないといけないっていうことがじゃなくて10時間営業でもいいじゃないですかと、うんうんうん、16時間でもいいしみたいなね、うん、いうようなことあったり、まあ、日によってはもうここは休み、もう全然土日は人がいない都心部は休みますとかいうのもあってもいいかもしれない、うんうん、その辺は臨機応変に今後は変わっていくんじゃないですか、ね、うんうん、確かに、うんうん、それだけ世の中もなんかなんていうんですか、言い方が適切か分かんないですけど、コンビニのオーナーさんとかその店員さんに対してかわいそうみたいな、うんうん、そういう印象を持ち始めてる人が結構増えてきてるなって、はいはい、最近それこそツイッターとかいろんな情報を見てると思うんですよ、はいはいはい、ヤフーのコメントとかね、うん、見てるとなんかそれってすごく私としては嫌だなと思ってて、うんうん、どうです私もそれ思っていて、はい、例えば経営者の仲間とかだって昔は別にそうやって、ね、あコンビニやっててなんか店舗やってるんですよすごいですねだったのが、はい、だんだん今だもし今から起業するとしたらやりますかっていう質問がここ近年増えてきてで私も今からで最初の1個目の事業がコンビニだったらおすすめしないですったら、うん、ですよねってみんなに言われるようになって、うん、で今年初めて、はい、正直もうコンビニの事業忘れちゃったらどうですかって言われた時にちょっとショックはありましたね。ただまあ、さっきの食品ロスとかの24時間問題も含めてなんですけども、で、まあ、やっぱりコンビニっておっしゃってた通り秀樹さんがあのもう胃袋を満たすだけじゃなくて、うん、もう社会のインフラとして、まあ、税金を払う場所であったり、はい、まあ、Amazon の受け取りやったりという感じでもうなくてはならないところになってると思うんですけども、はい、まあ、40年前45年前に作ったビジネスモデルがそこがまずない時代だったんで、それを想定したまあフランチャイズ契約というかビジネスモデルになってないのが今一番、はい、多分いろんなところにきしみが出ちゃってるのかなって思うんで、そういう意味でコンビニ 2.0 ってさっき言ったんですけども、はい、まあ、今の時代にあってそのマネタイズもできて共存共栄できるみたいなモデルを、うん、あの本当の意味で作り直していきたいなっていうのは本当ありますね、うんうん、そうですね。私社労士でもあるのでやっぱり人件費ってものすごく気になっちゃうんですけど、うん、そのビジネスモデルの中で言ったらまた今年の10月から最低賃金上がりますし、はい、まあ、我々が普段いる東京は1000円を超えてきますよね、うんうん、神奈川も含めて沖縄はまだそこまでは行ってないとは思うんですけど、はい、まあ、それでもやっぱり年々賃金が上がることによってもう当然利益が圧縮されるっていうのもあるし、あとはやっぱり考えていかなきゃいけないのはそれだけ時給が増えるってことは同じ今までと同じ仕事量だったりとか同じ仕事のやり方だけだとちょっと合わなくなるんじゃないかと、その価値が合わなくなるんじゃないかっていうことを私も今自分のお客様関与先には結構伝えるようにしてて、まあ、それもちょっと酷な話だなと思いながら伝えるんですけど、でもやっぱりなんかあ人件費上がっちゃってるよもう本当やだよじゃなくて、なんか上がってるからこそその中もまずハードの話もそうだし、ソフトのいわゆる人の面でもやっぱ変えていかなきゃいけないところってあるよなって私は思ってるんですよ。ちょっと長くなっちゃいましたけど、いえいえ、はい、まあ、そんなところでちょっとぜひ坂本さん、私一番強みだなと思ってるところをお聞きしたいのが、うん、やっぱり人の採用とか育成のところも少しねお聞きしたいんですよ。はい、わかりました、はい、この前もなんかそのウェブの、ね、インタビュー受けてらっしゃって、 ありがとうございます。あれ読んですごいなと思って改めて、はいはい、私感動してしまったんですよ。 ありがとうございますでも本当いろんな人にお会いして、はい、でいろんな人からなんか坂本さんって知ってますかって
言われるぐらい。え、そうなんですね、はい、ありがたいですね。地面がかぶってるのかもしれないですけど、はい、でも本当あちこちで坂本さんの私はお名前を聞くんです、はいはい、でやっぱりそこの、 あの人が言うにはやっぱ人のところにすごくフォーカスをされてるっていう話をお聞きするので、うんうんうん、はい、ぜひそのコツというかポイントもお聞きしてみたいです。あ、わかりました。はい、まずさ、じゃあ採用でいうとなんですけど、はい、まあ、採用っていうとよくどういうふうな広告を出したらいいのかとか、はい、っていう採用のやり方に皆さん入ってしまってるなっていうのがあって、うん、はい、根本は採用の一番の近道って、まあ、今いる人の従業員の満足度をどれだけ上げられるかとか、はい、そこかなって私は思っていて、うん、じゃあ満足度を上げるってもただ優しくするとか、あ、このぐらいしか仕事しなくていいよっていうのは絶対その場だけで長続きしないので、うん、そうじゃなくて本当にその人がここの職場に貢献してるっていう価値を腹落ちしてもらうために、まあ、うちのお店ですと大半の学生さんでもパートさんでも外国の方でも関係なく、はい、まあ、商品の注文っていうコンビニでは根幹の業務になるんですけども、それも皆さんに持ってもらって、はい、例えばカップラーメンはヤスさんですって言ったら、はい、もうヤスさんが毎週の新商品も全部決めて、で売上予算も決めてもらってっていうのをやってやってますね、はい、そうするとやっぱり学校その日とかバイトじゃない日でも、うん、学校行くついでにちょっと気になったから来ましたってなったりとかしてって、うん、でもちろんそういうことやっていただいてるんで、あの時給は上げてるんですけども、はい、ただその分ずっと定着してくれてるんで採用費とか研修費がすごい下がったので、うん、全然出してもペイできるなっていう。で逆にその方たちが卒業して辞めるときに、あのだったら紹介をしてっていうと、この前なんかは2人ぐらい紹介してったら10人ぐらい来て、だからこの2年ぐらい採用費にお金はかけてないですね。わお、うん、わお、っていうのがありますね。もう今聞いただけでも興奮しちゃいましたなるほどね、はいはい、発注のところからも売り上げ の、 その予算から考えてもらう、はいはい、そうですね。だからそれを教えるのが逆に社員の人の仕事っていう。あ、はい、なるほど、はい、今社員さんが、はい、何人いらっしゃるんでしたっけ？今は、5人ですね。5人の方がいらっしゃって、はいはい、その5人の方皆さんがそのクルーさんの育成をやってらっしゃる。そうですね。お、はい、すごい。私は前からやっぱりその社員さんがどうやって人を教えられるようになったのかっていうのも聞いてたかなと思うんですけど。それはですね、はい、まあローソンの場合社内にローソン大学っていうのがあって、はい、でそれにも順次受けてもらってるんですけども、うんうん、それとは別にまずそうですね、発注を持たせる、まあその人が最初入った時からそういうことになってるので、はい、まあ、それが当たり前になって逐一あの本も渡しながら、うん、あと仕事場でもそうなんですけど教え方を教えたりとか、あのコーチングとティーチングの話をよくしたりとか、だからそうするとそれがだんだん引き継がれてって、はい、っていう雪だるまで、まあそれを僕が最初の時は最初の一人目を作る時はブレずに、はい、みんなが意識なくても僕がブレないでやったっていう、それが一番でかいと思います。で、一人できたらもうあとはだん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 、はいはい、広がっていくなっていう。なるほど、はい、伝承式で伝えていくんですね。そうですね、はい、でそれを今はあの文字化しようっていうことでマニュアルも作りました、はい、わ、すごい社内で、はい、それは坂本さんが お作りになった。あ、私とあの核になる社員2人と合計3人で作りましたね、はい、すごいですね、はい、なるほどな、はい、その一人目を育成する、そのブレないように育てるのにどれぐらいかかりました？はい、あ、最初はですね、ですね、まあ、私の前職がそのさっき言った外資系のフランスの会社だったんですけど、フランス の、 その外資系ってすごいやっぱり日本と違って生産性がやっぱりフランスって高いなっていうのは見えて、なんでなのかなって言ったら、まあ、今は日本では権限以上とか言われ出してますけど、それ普通に当たり前だったりとか、あとやらないことを決めるっていうのが当たり前だったので、はい、まず私が1店舗目の時は その価値観でやってったらどんどんアルバイトさんが育っていって、うーん、でもまあやっぱり1年ぐらいですかね、最初は1年ぐらいはそのやっぱじっくりね、はい、時間をかけて、はい、で何でしょうね、あのできなくても焦らず、そうですね、そうですね、じっくりで褒めるっていうのを意識してですね。なるほど、はい、そっかそっか、はい、認めてもらえると人って嬉しくなりますね。そうですね、そうですね、やっぱりその一つ一つの段階で、まあ、褒める認めるっていうのを繰り返すことによって、はい、少しずつレベルアップされていくような感じなんですね、はい、いやすごいな。で今はそれをさっきちょっとウェブで記事見ましたって言ってたんですけど、それはまあ HR テックの商材で、その例えば今月はこれをやりますとか、よくどの会社も目標をやるじゃないですか、はい、でも
会議の時はやる気になっても2日3日するとみんな落ちてしまうので、はい、その目標を立ててでその目標のためにどんなことを習慣にするかっていうのを4つぐらい作ってもらって、うん、それを毎日やったか やってなかったらやってないでいいんで、やったらやったってなるとその SNS 上ですごいねとかありがとうとか全店の人が見れるようになってて、それをやってて、それがしかも点数化になるんで、そうやると習慣化されるじゃないですか、はい、そうするといつの間にかもう癖になってて、その習慣をやるのが当たり前になっていって、ではい、まあ、褒める文化にもなるのでっていうのをやってった結果、まあ、去年は利益が一昨年と比べて 10% 以上会社で上がって、わおで今年はさらに去年の 15% ぐらい、わおわおちゃんと実績にもそうですね、しっかりと反映されてる、生産性が上がるんだなっていうふうに思いました。やっぱり人はすごいですね、うん、そのお話もっと聞きたいなと思うんですけども、うん、もうあっという間に時間経っちゃいますね。はい、そうですね。第2弾ちょっと企画したいですね、秀樹さん、はいはい。まだまだいろいろ聞きたいことはあるんですけど、はい、一旦またここで区切りをつけたいと思います。はい、ということで、コンビニの今、そして今後のコーナーでした。コンビニ社労士、安さやかのウィークリーコンビニラジオ。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。土地を売りたい、一戸建ても売りたい、チャンスか。ハーバー不動産がその中古物件買い取ります。ハバー不動産売買ならハーバー不動産、土地、マンション、あらゆる売買でご要望に応えます。天馬高校斜め向かい、ハーバー不動産。ムービン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 、引っ越しするならムービン、ムービン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 、県内県外ムービン、お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、聞く味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています。新車、中古車のご相談なら、宜野湾中古車街道長浜モーター、 892-3719、 892-3719。 レンタカーやってます。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、ということで3つ目のコーナーはコンビニ運営 Q&A のコーナーでございます。ここではですね、ローム、まあ、私の専門分野でもあるローム、そして秀樹さんの専門分野でもあるその経営や運営のところに関して、まあ、Q&A 方式でお答えしていこうというコーナーでございます。ということで早速一つ目なんですけれども、まずはロームの話からですね。まあ、私コンビニ社労士っていうところで、活動させてもらってるわけなんですけども、まあ今働き方改革で有給、結構ね、なんでしょう、あっちこっちでお話ありますよね。で、有給を使わせたい気持ちはあるんだけれども、有給使わせてくださいってスタッフから言われた、拒否した、これってできるんでしょうかっていうちょっと質問でございます。これどうですかね、坂本さん的には。有給って結構取って、うちは有給っていう形じゃないんですけども、はい、まず週休2日確実、まあ、コンビニとしては、まあ、もしかしたら異例かもしれない、確実なのと、はい、残業はほとんどなくて、であと年3回長期休暇を社員の人は取れるっていうふうに、年3回3回です3回、はい、
まあ、世間でいう冬休み、はい、夏休み、ゴールデンウィークに当たるものを別に時期は違ってもいいんで取っていいっていう。あ、何月か何月の間までに、はい、そのゴールデンウィーク休暇取ってねとか、はい、そうです。まあ、なんだったら、まあ、3ヶ月で1月には3月で使ってもいいです。そこはその人の自由で。あ、すごい。っていうふうにやってます。それは有給休暇なんですか、ちょっと特別な休暇、休暇にして、まあ、まあ、はい、そうですね。はい、でも、あ、そこで休んでも別に給料落としてないんで、まあ、有給って言うのは有給ですね。そうですね、そうですね、特別有給かその年次有給休暇かで多少の違いはあるけれども、ね、有給休暇なんですね、はい、そうですね、はい、すごい、はい、でもみんな私ちょっとなんか自分が廃業したらちょっと、何を言ってそれぐらいなんかいい会社だなって思っちゃった。はい、ということで、まあ、そんな素敵な会社もあるわけなんですけど、一般的には私話よく聞くのはやっぱり有給使いたいって言われたスタッフに対して嫌だなって思っちゃうオーナーさんが多いって話よく聞きます。英樹さんそう言いますよ ね、で使いたいんですけどって言われて、じゃあ拒否できますか、これはノーですね。もうあの結構知っている方はこの辺りは多いと思うんですけど、有給休暇、まあ、年次有給休暇って言った方がいいですかね、はあの1年、例えば入社して半年、まあ、そこから1年ごとにちゃんと出勤をしていれば、まあ、もらえる、まあ、スタッフさんがもらえるその権利なんですけど、その権利なので履行することができるわけですよね、使うことができるわけです。でこれは労働基準法っていう法律の中で、あのもしスタッフさんから、まあ、従業員さんから有給使いたいですって言われたら、基本的にはそれをもう使わせてあげなければいけませんよっていうのが法律の本当に基準なんです。ですけどお店の場合ってどうしてもその日はスタッフがいないからとか、どうしても繁忙期っていうか、なんか給料日の後でもうすごいお客さんいっぱい来るから、ちょっとこのタイミングでは取らせたくないなって思うこともやっぱありますよね。っていう場合には時期変更権っていう権利を実はオーナーさん側も使うことができますよっていうのがこの回答になります。時期変更権っていうのはそのノーとは言えないんだけれども、拒否はできないけれど、ちょっと今日は勘弁してとか、この日はどうしてもお客さん増える予想があるから別の日に取ってもらえるっていうことをそのスタッフさんに伝えることができる権利のことを言います。ですので実はまあ、拒否にある意味近いのかもしれないんですけどね、私の解釈としては。じゃあその拒否をしましたって、ちょっとこの日はごめんねって言ったけれども、代わりの日を作っていいか、なんだろう、言わなきゃいけないかっていうと、そういうわけでもないんですよこれって。なのでじゃあこの日はダメだけどこの日だったらいいよっていうところまでは実は法律上ではマストとはされていない。なのでこの日はごめんねっていうところまでは言うことはできるけれども、まあ、その先に関してはもう本当コミュニケーションですよね。できればこの日だったら取れるよとか、この時期だったらいけるよっていうことを示してあげることで、今のその働き方改革の有給消化につながっていくのかなと私は思うんですよ。だからこそあの単純にこの日ダメだよっていうだけじゃなくって、ぜひこのあたりで取ってほしいなっていうことを、さっきのその年3回の長期休暇の話じゃないんですけど、示してあげるっていうことがオーナーさんとしても大事なんじゃないかなって私は思います。このあたりどうですかね。うん、いやこれ今コンビニ多分すごい問題だと思うんですよね。いや本当に。てかまずスタッフさんの労働環境もそうなんですけど、はい、オーナーさん自体もってなってしまってるじゃないですか。そうで多分働き方改革って、うん、私が思うには、まあ、なんで働き方改革するのって言ったら、まあ、会社としてはうまく生産性を上げて利益を出したい、従業員さんが生き生きしながら、はい、で従業員さんからしたら自分が幸せに行きたいっていうところがあって、うん、そこをマッチさせなきゃいけないなっていうところがあって、そうですね、このコンビニは本当向き合っていかなきゃいけない問題だなって思います。いや本当に、うん、なんかこのね法律が変わって、今年の4月からあの10日以上年で付与される人っていうのは、まあ、その基準日以降ですね、要は付与された日から1年以内に5日間は絶対取らせてくださいっていう内容に変わったじゃないですか、うん、あれってコンビニとかそういうお店のこと全然考えてねえなと思っちゃったんですよいやできないだろうみたいなだけどやっぱできないだろうで終わらせちゃよくないなと思っていて、どうやったらできるかっていうことをそれこそコンビニ 2.0 じゃないんですけど一緒に考えていくっていうことが大事ですよね、うん、いや本当大事だと思いますね。ですよね、うん、秀樹さんどうですか、こういう事情があるんですよ今。
そうですね、まあ、働き方改革、まあ、イコールすなわちあの働かせ方改革といいますか、どういうふうに働いていただくかっていうこともね、やっぱり考えないといけないし、まあ、僕なんかはまあ今から思えばブラック企業的な感じなのかなと、もうがむしゃらに働くことによって自分がその身につけることも多かったので、まあそれはそれで良かったから、君たちもやりなさいって言うと偉いことになるわけですよね。そうですね、やっちゃいけないわけですね、はい、だからそこの考え方をやっぱり考えしっかり明確にして時代に合わせたことやっとかないといけないなと思いますね。なるほど、うん、そうですよね。だからね、こういうなんか法律で整っていくのはすごく私としても素晴らしいことだと思うんですけど、でもやっぱりその現状とその実際に法律をじゃあ守りましょうっていうところの乖離っていうんですかね、ギャップ、ここを今どんな感じ、今うちはどんな感じなんだろうなっていうことを捉える必要もあるし、でも中にはそれはできているところも、まあ、坂本さんのところもそうなんですけど、できているっていうところもあるわけだから、じゃあどうしたらできるのかっていうところに視点を持っていってほしいなって思います、うんうん、はい、ということで有給使わせてくださいって言われたら拒否できるのかっていう求めとしては答えはノーなんだけれども、まあ、どうしてもその時に取らせるってことが難しい場合は時期変更権という権利を使ってこの日じゃなくて別の日にっていうことで提案をすることは可能であるっていう話でした。さて2つ目の Q 質問に行きたいと思います。これ秀樹さんのところですね、はい、運営のコーナーなんですけれども、先週は客数を上げるという質問があったんですけれども、うん、今回のご質問は、うん、もうバッチリ客単価を上げる方法を知りたいぞという、うんうん、まあ、店長さんからのご質問なんですが、はい、これについてはいかがでしょうか。あの、まあ、売上を上げるっていうのは、まあ、単純に言うと客数を上げて客単価を上げる、客数かける客単価というところの組み合わせ、まあ、他にもこういう売上の公式っていろいろあるんですけど、単純に言うと1個だけ言うと、まあ、客数かける客単価、これも当たり前の話で、ところがあのコンビニに関わらず、まあ、世の中の飲食店とか小売店の大多数が客数が、まあ、伸び悩む時代になりました。まあ、当たり前の方で人口が減ってってるので、なかなかオーバーストアになったりとかして伸びにくくなってる。なので客数は大体横ばいなんですけど、客単価が上がっていってるわけですね、はい、で有名なユニクロにしてもしっかりですけども、まあ、あとは、スーパー系もそうなんですね。でダメなところは客数下がって客単価も下がってるんですが、伸びてるところは客数下がってるのに客単価上がってると。専門店系は全部客単価が上がってます。なので、まあ、我々コンビニもですね、客単価を上げていくっていうことが一つ一番、まあ、売り上げを上げる成功しやすいやり方かなというふうに思うんですね。じゃあ客単価の上げ方って何があるのかということなんですけど、まあ、分かりやすく言えば、まあ、3つあるんですけど、分かりやすく言えば一つは、値段そのものを上げると。今まで100円で売ってたものを、まあ、極端な話120円150円にしていくっていうやり方ですね。これは現実的には、まあ、コンビニの中でいくともうメーカー希望小売価格とか推奨売価というのが決まっているので、なかなか実態をいじることはできないですね。だけど、まあ、単価の高い商品の品揃えとして入れ替えていくっていうやり方っていうのはこれはできるのかもしれません。こういうことは一つ。もう二つ目はですね、これはあのアップセルってやり方ですね。例えばハンバーガーショップに例えると M サイズのハンバーガーを頼んだら、まあ、L サイズもありますよとか、ドリンクを、レストランにお願いしたら、もう一個大きなサイズがありますよとか、コース料理頼んだらですね、鶏肉だとこの値段だけど牛肉にしたらいくらいくらになりますよみたいな、これアップセルですね、うん、これはコンビニでもどうですかね、できそうな話ですよね、うん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 、さっきまさにワインの話ですけど、うん、そうですね、500円のワインもあれば1枚のワインもあればってあったら、うん、並んでたら、いや安いワインよりもいいワイン飲みたいっていう要望もあるし、うん、お酒のコーナーそうですね、あの発泡酒第3のビールがあってもいやプレミアム飲みたいとか、うん、クラフトビル系ってちょっと値段が高かったりとかしますよね、うん、そういったものを選んでもらう選択肢を広げる、むしろそちらが価値あるっていう見せるわけですね、うん、まああのお寿司屋さんであるような松茸梅みたいな日本人でいくとその値段3つ出された時に大体真ん中を選んでしまったりとかそうですね、あえて、店筋として高い値段のものもある、うん、あり、まあ、さっきのワインの1万円台のもあるんですけど、はい、安いのもあったら大体人間の心理として真ん中を日本人は取ってしまうので、はい、売り場の陳列の中にそういう陳列の仕方をしてしまう、うん、で真ん中にはボリュームゾーンの利益率の高いものを置いたりとか、うん、っていうことが一つの、アップセルというやり方ですよね。これが一つで、最後に3つ目はクロスセルというやり方ですね、うん、1個例えば、ハンバーガー屋さんに例えるとハンバーガー頼んだら、一緒にポテトとドリンクいかがですかって今あんまり言わないですけども、あのそれセットにしたらどうですかと。でコンビニはこれ一番得意としているところで、うん、関連陳列というやり方ですね、うん、
この時期だとどうですかね、あの今関連陳列の棚ってどんな感じですかね、うん、そうね、この時期、まあうん、よくセットで絶対気をつけて注文しましょうっていうのは、はいはい、おにぎりと冷やし中華とか、冷やし中華、なるほどなるほど、あとは雑貨とかだと何かありますか、雑貨ですと、まあ、フェイシャルペーパーとか、はいはいはい、と、まあ、UV のとか、そういう系ですかね、はい、そうですね、それを101と102の棚で雑貨とかを展開をしたりとか、そうですね、それは目的的に来てるのは違うものかもしれませんけど、うん、まあ、ついでだからということで、うん、関連で売って買っていったりとか、うん、あるいはあの、まあ、スーパーなんかでですね、カレーフェアとかっていろんなもの一緒に売れたりとか、うん、まあコンビニでもそうですね、あのオリーブオイルとパスタを一緒に買っていったりとか、うん、そういう組み合わせがありますよね、うん、だからそういった組み合わせをどれだけできるかっていうところで、うん、インバスケット買い物カゴにどれだけ入れていただけるかというのがポイントで、うんうんうん、なのでその売り場を回遊しながら買い物カゴに入れていただくと、で人間って手に持てる量しかですね、うん、買い物できないのは当たり前なんですけど、まあ、どんだけ持ってもこれ700円ぐらいのものしか持てないんであれば、買い物カゴを持っていただく、ちょうどお客様が入り口から入って回って、うん、最初からスーパーの場合最初から買い物カゴではカートなんですよ、うん、でもコンビニって入ってすぐに買い物カゴでイメージして買う人ってあんまり少なくて、回っていくうちにですね、持てなくなって持ちきれないわみたいな感じ でそのいいところに買い物カゴがあればそこに思わず心理的に入れて買い物をやっていくんですけど、それがなければ、まあ、そのままもうめんどくさいからレジに行っちゃうみたいなことなので、そういう、ぐるっと回遊して回ってきたところに買い物カゴあったり、あ、ちっちゃい買い物カゴでもいいと思うんですけど、それで入れていってもらうような、こう心理的なものをですね、どれだけ仕掛けられるかと、とアイスクリームのカゴの中でもやっぱり1個2個とかじゃなくて、どれだけこう思わず入れてしまうような仕掛けを取る、どうせだったら今の買っとこうとか、ね、そういう仕掛けを取って買い物カゴをどれだけ取れるか、なので私が店にいた時なんか、まあ、のスーパーバイだった時も分析をしますけど、買い物カゴはどれだけ埋まってるかと、まあ、単価で 分解できますから、で、客数とで単あの売上から客数で割って一品あたりの商品単価を割り出すか、どれだけ会えるかというか、その仕掛けを動線の中でどれだけ組めるかというところですよね、こういった仕掛けをやることで単価を上げるということができます。であとは、カウンターでのトーク、ここがどれだけでいくか、まあ、ちょっと会話をしながらですね、まあ、ついで買いを誘うようなこともあったりとかしますけど、実際あのお店でどうですか、坂本さん、なんかこう単価の下今の声掛けっていうのは、結構あのバカにできないなっていうのがあって、あのつい最近2、3ヶ月前ですけど、ローソンで実はコーヒーでダブルエスプレッソっていうコンビニコーヒーで初めてやったんですけど、ちょっと私自身は勝手に、もう今更コンビニコーヒーこれ以上メニュー増やしても売れないんじゃないかなって思ったんですけど、まあレジで声掛けをしていったら、まあそれだけではなくて全体であのコーヒーが 40% ぐらい売り上がって、今もそれが継続してるんですね。なんでやっぱり声掛けって地道な作業なんですけども、あのすごいなと思いました。結局あの人間の心理だから、こう提案をしてもらえるとですね、あ、そうだみたいなことに動きますので、あの押し付けたら良くないんですけど、そういった提案をするってことが大事で、思わずそういうふうに、ね、心理的に誘導して、誘導っていう言葉はいいかもどうか分かりませんけど、買っていただく、だから一品多く買うだけで平均単価が上がるんですよね。でその努力が売り場の中でどれだけプレゼンテーションできてるかっていう、そういう仕掛けができてるかっていうのが大事だと思うんで、今ちょうどこれ放送は、8月の後半になると思うんですけど、いや、これ違うんですか、中盤ですね、中盤ですね、でそれがもう秋物に行かないといけないし、どれだけ早く体感気温が下がった時に転換できてるかっていうことが大事ですね。で今年はやっぱ台風とかそういう自然災害もやっぱり多そうなので、そういった自然災害に備えるような売り場作りとしたりとか、そういったこともしっかり展開をしておくということで、単価を上げて、まあ、地域の方に、まあ、評価されるようなお店作りっていうのも大事なのかなと思いますね。まあ、まとめますと、客数かける客単価の単価アップっていうのは、まあ、大きく3つあって、特にあのクロスセルですね、関連陳列、関連の売り上げ、それからバスケット買うのかの中にどれだけ入れていただくかっていう、そういう仕掛けをすると、あとは声かけっていう話もありますけど、だからコンビニの場合値段が一定なので、プラスアルファ買っていただくということの努力、これで大きく変わると思いますね。これから客数が伸びないので、どれだけその店での努力が実を結ぶのかということが大事かなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。私ディズニーに行った時にカゴ
カゴ、さっきのカゴの話が出てきたらちょっと戻っちゃうんですけど話が、はい、あの1点でも持ってたらカゴを渡しなさいっていうすごい言われたんですよ、はいはいはい、それを如実に守るととか言いながらも受け取ってくれる人が結構多くって、はい、気がついたらレジでその1個しか持ってなかったものが2個3個に増えてるっていう経験を何度もしたんですよ、うん、コンビニでもなんかカゴ渡そういうなんかキャンペーンとかできないのかなって思ったりしてるんですよね。なんかそのアップセルとかクロスセルとかって結構センスも問われる部分もあるのかなと思ってるんですけど、カゴ渡そうみたいなことって誰でもできるじゃないですか、はい、それがまたお客様とのコミュニケーションにもつながっていくので、うん、なんかそういうところから始めてみてもいいのかななんて少し思ってしまいました。ドリンク売り場の近くにカゴを置いてるのがポイントですね。まあ、重たいものだったりとか、まあ、ついでにちょっと入れとこうっていうふうになりますけど、まあ、缶ビールにしてもドリンクにしても、まあ、2つ持ったらもうそれで精一杯なんで、ね、はい、それをもうちょっと増やすっていうのはもう買い物カゴがそのポイントかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、コンビニ運営 Q&A のコーナーでした。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオということでラストです、はい、今日は改めまして有限会社恵比寿屋池袋本店の代表取締役であり、まあ、ローソンのオーナーさんでもいらっしゃいます坂本一郎さんにお越しいただいております、はい、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。初めての ラジオって初めてですか。初めてです。初めてです。どうでした。あっという間で、でも皆さんやっぱりコンビニを良くしたいっていう思いがすごいあって、うん、私もそこ出れてすごい嬉しかったですし、はい、いやもっともっとこういう議論いろんな方が出たり私もまた出てしたいなって思いました、はい、あ嬉しい、はい、ちょうどねあの経済産業省の、はいはい、何でしたっけコンビニのオーナーヒアリング。そうですね、オーナーヒアリング、はい、なんかあり方研究会でしたっけ、はいね、っていうものが今実はまことしやかに始まってますよね、はいうんうん、そうですね、はい、第1回目が1ヶ月前だか、はいそうですね、6月の終わりぐらい、ね、6月ぐらいにありましたよね、はい、私ちょっとそれを見てたんですモニターで見てたんですけど、はいはい、やっぱりなんかその時は有識者の方がバーって集まって、はい、ああだこうだ言ってましたけど、うんうんまあ、それがその第2弾として次オーナーヒアリングがありますよっていうことで、うんはいまあ、結構これ今オーナーヒアリング当たっただの当たってないだのっていうがねそれもにぎわってるんですけどす、ねはい、やっぱ坂本さんが今やってらっしゃるようなこととかを前向きに、うん、特にその当たったっていう方は前向きに伝えていってほしいなっていう思いがすごいあります、うん、ああちょうど私当たったので、はい、コンビニを良くするっていうところから参加してきて、うん、だあの忌憚なく問題点も言ってこようかなって、はいうん、あぜひぜひ。ただ本部のローソンの本部の方も本当に、はい、本当忌憚なく言ってきてくださいっていうふうに言ってたので、うん、そうでしたか、はい、それは嬉しいですね、はい、嬉しいですね、後ろ盾があるっていうのは、はいうん、だからそこは本当に本部も加盟店もあの 50% ずつ責任を負っているので、はい、あの本部がダメだではなくて本部はここは今問題があると思う、うん、でも加盟店はこういうところがあるっていうところからちゃんと伝えてこようと思います、はい、あ素敵、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、やっぱりなんかあのなかなかこう外部の専門家ってその領域に立ち入ることが難しいので、うん、私もなんかね、声を大にして言いたいことたくさんあるんですけどもうそこは本当坂本さんとその他のオーナーさんに託して、はい、ちょっとぐわっと喋ってきていただきたいなと思っております、はい、でちょうどねこれ FM ギノワンでやってますけどもあの今沖縄でも本当にコンビニ事情どんどん変わってきています。でセブンイレブンが入ってきて、うん、で今やっぱりそのローソンファミリーマートのオーナーさんがいろんな対策を打ってるっていう話も聞きますし、であまりにもそのセブンイレブンフィーバーが沖縄ですごい起こったっていうこともあってセブンイレブンのオーナーさんがなんか早速ちょっと疲れ始めてるなんて話もね一部聞いたりしてるんですよ。なんかすごい売り上げだったらしいので、なのでなんか本当になんでしょうペース配分すごい大事ですし今暑い時期なのであのお店がなんでしょうねこうお盆の時期だとちょっと暇だっていう方もいらっしゃいましたけど、まあ、お客様もこれからまたお盆明けてどんどん込み利用なさると思うので、なんでしょうねこう体調に気をつけてそしてあの本当に前向きにその仕事を捉えていってもらってスタッフさんと一緒にオーナーさんも、まあ、あと本部の皆さんも一緒にコンビニをもっと盛り上げていってほしいなって私は思っております。秀樹さん、はい、最後なんか一言。そうですね、まあ、一方通行の番組じゃなくてねあのいろいろご意見とかご質問とかあるいはこんな事例があるよみたいなそういったシェアをしてもいいよみたいなね、はい、お話があったりとかあるいはちょっとこう出てちょっと物申してみたいとかあ そ, うです、ね、そういった方もね、うん、ぜひ
ね、ご連絡いただければ、うん、はい、どちらに連絡したらいいんでしたっけ。ぜひぜひ、はい、まあ、もしメールだったら797@fmuginoman.com、うん、もしくはツイッターでコンビニシャロウジで検索をしていただいてハッシュタグコンビニラジオをつけて出たいよって教えてください。そうすると私たちがあのちょっともしかしたら見つけてお願いしますって言うかもしれないので、うん、まあ、こうやって本当に現役のオーナーさんにも登場してもらってですね、いろいろリアルな情報をお届けしたいなとこれからも思っております。ということで坂本さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでウィークリーコンビニラジオ第3回放送も終了いたします。パーソナリティは私コンビニ社労士安田彩香と、はい、経営コンサルタント高橋秀樹でした。はい、ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。ではではおやすみなさい。あ、次は22時からもちゃんと聞いてくださいね。